オリビエ・パニス、オリビエ・ドニ・パニス、オリビエ・デニス・パニス、1966年9月2日隊は、フランス出身の元会一ドライバー。フランス語での正しい性の発音は、パニ。早くから才能を認められ、フランスのオイルメーカー、エルフのスポンサードを受けて、順調にステップアップする。1993年は、ダムズから国際会3000にエントリーし、 チャンピオンを獲得した。会一には1994年に、フランスのリジェからデビューを果たした。同年のドイツ GP で2位に入り初入賞、及び初表彰台を記録。最終的に16戦中15レースで完走した、第13戦ポルトガル GP は完走したもの、スキットブロックの規定に引っかかり失格したため、それを除けば16戦中14戦完走。 会一デビュー当時は、英語がうまく話せず、グランプリの記者会見では通訳と同伴した。1995年の最終戦オーストラリア、GP では、終盤、首位走行のデーモンヒルから2周遅れながら2位を走行中に、車両から白煙を吹いたが、最後までマシンをいたわりながら走行し、2位表彰台を飾った。1996年には、 サバイバルレースとなったモナコ GP で14番手スタートながら優勝した。これはパニスの F1 キャリアで唯一の勝利であるとともにリジェにとって第1での最終勝利、無限エンジンにとっての F1 初優勝でもあった。また、第1でフランス人ドライバーが記録した最後の勝利にもなっている2017年開幕時点。翌1997年。 リジェはアランプロストに売却されプロストグランプリに解消され、パニスはチームに残留した。この年から新規参入したブリジストンタイヤのユーザーでは最も競争力があり、第2戦ブラジル GP で3位、第6戦スペイン GP では2位に入るなど好調を維持した。しかし、カナダ GP の決勝レース中にコンクリートウォールに激突して両足を骨折。 このカナダ GP 開幕時点でランキングは3位だったが、シーズンは事実上終了してしまった。シーズン終盤のルクセンブルク GP から復帰し、最終3レースに参戦したが、この3レースでの入賞はルクセンブルクでの6位だけで、最終的なランキングは9位に終わった。1998年もプロストに残留したが、チームメイトのヤルノトゥルーリと共に、マシンの競争力に苦しめられた。 パニスは、キャリア唯一の無得点に終わり、チームの得点も、トゥルーリの獲得した1ポイントのみに終わった。1999年も、プロストから出走したが、この年もマシンの競争力に苦しんだ。シーズンを通じて獲得したポイントは2にとどまり、プロストとの契約を満了。翌2000年のチームは決まっていなかった。ウィリアムズから誘われたものの、1年契約だったため、 断念。一方、マクラーレンが増大するテストワークのドライバー負荷を分散するため、2000年シーズンにサードドライバーの採用を決め、シートが決まっていないパニスにサードドライバーをオファーした。レースの出場機会はなくなるが、サードドライバーとはいえ、テスト走行する機会が多いことと、トップチームに所属するメリットを考慮して、パニスはマクラーレンと契約した。マクラーレンも、 ミカハッ発起年やデビットクルサードのどちらかが欠場すれば優勝経験者のパニスがリリーフドライバーとしてレースに出場できるという狙いや特にクルサードが MP4 から14の扱いに苦しみ1999年シーズンを失速していたので2000年シーズン序盤の成績次第ではパニスと入れ替えるという思惑もあったようである経験豊富で速さもあり フィードバックや開発能力が高いパニスをマクラーレン首脳陣は高く評価していた。ドライバーの発起年、クルザードともにパニスの貢献度を称賛し、ドライバーとしての価値が再び上がることになった。チームは破格の条件を提示して残留に努めたが、パニスはレース出場を望んで移籍を決断した。マクラーレンでの働きを評価され、2001年から BAR のレギュラードライバーとして契約した。マシンの戦闘力不足もあり、最高位は2001年ブラジル GP での4位。2002年限りで BAR を離脱した。2003年からトヨタへ移籍。2シーズンを戦った後、2004年の日本 GP を持ってレギュラードライバーを退いた。2005年からは同チームのテストドライバーを務め。 シーズン開幕当初のレギュレーションでは金曜、フリー走行に参加する資格を有していなかったが、レッドブルの働きかけにより、レギュレーションが変更となったことから、パニスの引退によりフランス人ドライバーが不在となったことを憂慮したバーニー・エクレストンの要請を受けて、第10戦フランス GP のみ、リカルド・ゾンタに代わり、第3ドライバーとして金曜フリー走行に出走することとなった。 2006年を最後に、会一から完全に引退することとなったが、表情レースにトヨタから参加することになった。A1 グランプリの2007から2008年シーズンにおいて、フランスチームのスポーティングディレクターとして、指揮を取ることが発表された。2008年には俺かと契約して、スポーツカーレースに転向。ルマンシリーズやアメリカンルマンシリーズに参戦し、2011年の セブリング12時間レースで優勝。マシンは、プジョ908ハディファップ。ルマン24時間レースでは2009年と2011年に、総合模位を記録した。また、ドライバーのマネージメントも行い、母国の後輩シャルルピックをサポート。2012年に、イ一デビューしたピックのマネージャーとして働いている。プロストグランプリ発足の1997年。 チームメイトであった中野信二はチーム内で何かと礼遇を受けていた。パニスにとってはライバルでもあるが、さすがにあまりの中野の礼遇ぶりにチームメイトとして心を痛め、信二にも彼が走りやすい環境を作ってやってほしいと苦言をアランプロストに呈した。しかし最後まで待遇改善は行われず、結局中野がプロストグランプリを去ることとなった。 シリーズ最終戦の終了後、力になれなくて本当にすまなかったと、涙ながらに中野正春に詫びたという。マクラーレンの初テストで、パニスのシートには赤ワインとカマンベールチーズが、事前に置かれてあった。スタッフの粋な歓迎に、パニスはとても喜んだ。赤い位置で三つの日本製、エンジンメーカー、無限ホンダ、ホンダ、トヨタを経験したことがある数少ないドライバー。 ちなみにもう一人はプロスト時代のチームメイトのトゥルーリ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。